筑波大学大学学院の角川と申しますすよろししくお願いしますまず水泳での流体力について簡単に説明します水泳という運動は水中での運動であるため重力のほかに浮力や推進力抵抗力といった力が A 社の体に作用していますこの中でも特に推進力や抵抗力といった A 社の体に働く水の力つまり流体力によって 速度がが決定すするたためめこの流体力に着目した研究が進められています簡単に説明しますと、えー、A 社は手で水をかいたり足で水を蹴ったりして前に進むんですが、えー、競技現場で選手はこの水をかく時に今日は水がよくかかっているだとか水が重いとか軽いとかあとは水に乗れているというように非常に抽象的な感覚によって、まあ、自分の 調子をコーチに伝えたりしています。客観的なデータとして示すことでより早く泳ぐヒントを得ようというのが大きな目的になっていますそのような中で圧力分布計測という方法を用いて流体力の推定が行われています流体力とは流体中の物体表面の圧力分布に反映されるためこれまでに圧力センサーを埋め込んだ支部模型によってて 流体力の推定が行われていますまた私はこの方法を A 社の側部に応用し平泳ぎ中の側部に働く流体力の推定を行いましたその結果推定した流体力と A パフォーマンスとの間に優位な相関関係が認められましたしかしながら推定した流体力の妥当性や信頼性の確認はまだ実施していないため今後の課題となっていますそこでで本チャレンジでは 鋭動作中の身体に働く流体力推定法を確立し競技現場と研究現場へ応用することを研究の目,目標とし今年度1年間は圧力分布計測による平揚げ中の側部流体力推定法の妥当性と信頼性を確認することを研究の目的としました次に研究の流れについて説明します本チャレンジでは大きく2つの実験を実施しました まず1つは実際の A 社が発揮する力と推定した流体力の関連を調査しました具体的にはこのような抵抗測定器を用い A 社が前進する際に発揮する力を計測し圧力分布から計測推定した流体力との関連を調査しました次に A 動作の再現が可能なロボットと圧力センサーを埋め込んだ側部模型を用いて流体力の妥当性と信頼性の 調査を行いました次にに結果に移りますますず実際の A 社が発揮する力との関連です。こちらのグラフは、えー、<coughs> 実際の A 社が前進する際に発揮する力と圧力分布から推定した側部流体力の結果を示しており横軸が時間縦軸が力の大きさを示しています。このグラフから分かるようにキック動作を繰り返すことで値は同じように増減を繰り返し 力発揮のタイミングは一致しているということが明らかになりましたしかしながら力の大きさなどに関しての関連は認められずその原因として側部以外の部位が受ける抵抗の評価や A 社の姿勢を制限しなかったことが考えられますまたこの実験と同時に5 0メートル平泳ぎのキック全力 A を行ったのですがこの時の A 速度と推定した流体力の間には有意な関連が認められました 次にロボットを用いた実験について説明しますまずこの実験では圧力センサーを埋め込んだ側部模型によって側部に働く流体力を推定しロボットに取り付けた分力計によってロボット全体に働く力を計測しましたそして圧力分布から推定した流体力の えー、同じ動作での試技を繰り返した際の再現性の確認と、えー、分力系で計測したロボット全体に働く力との関連から、えー、妥,当性のかん妥当性の検証を行いました、えー、次に結果ですがまず再現性の検証では、えー、本研究では推定した流体力の球内相関係数を出すことによって、えー、再現性を確認しました その結果0.98から0.99という高い値が得られたことから同じ動作を繰り返した際の再現性が確認されました次に妥当性の検証ですがこちらのグラフはキック動作1周期中の力の変動を示しており青が推定した圧力分布から推定した流体力赤が分力計によって計測したロボット全体に働く力です このグラフから分かるように力の変動はよく一致していましたまたこの2つの力の相関関係を調査したところ相関係数が0.82から0.88と非常に高い値が得られたことから推定した流体力の妥当性が確認されました以上のことをまとめると実際の A 社が発揮する力と推定した流体力の間に有意な関連は認められなかったが 速度との間に有意な関連が認められましたまたロボットを用いた実験により圧力分布計測によって推定した側部流体力の妥当性と信頼性が確認されました最後に次年度の目標ですが今回得られた結果を国際紙や国際学会へ発表するとともに、えー、来年度は博士後期課程の最終学年になりますので、えー、博士論文を執筆していきたいと考えています また、研究に関しては生理学など他の研究方法と合わせることでより良い泳ぎを明らかにしていきたいと考えています。また、シンクロや水球競技などで巻き足,を巻き足動作を用いる運動においてこの方法によって研究を進めたいという話をよくされるので今後は競泳以外の種目への応用も目指していきたいと考えています。 最後になりますが今年度1年間、助成いただきありがとうございました。